Hey, what's up, YouTube? どうも、ソージです。はい、ということで、まあ、本日なんですけど、まあ、僕の動画をですね、ご覧いただいてる大半の方がですね、まあ、スニーカー好きだと思うんですよ。で、多分皆さんですね、まあ、毎月いろんなスニーカーをね、こう買ったりしてるかなと思うんですけど、中にはですね、買ったけど、履いてないスニーカーってないですか？で、まあ、僕もですね、まあ、後ろ見てもらってもわかるようにですね、もうここパンパンなわけですよ。で、僕が買ってるスニーカーって、僕の動画をね、普段からよく見てくださってる方であればわかるかなって思うんですけど、まあ、かっこええなって思ったりとか、こう、基本的に興味を持ったスニーカーとか、ちょっとこう、履いてみたいな、どんなんやろうなと思ってスニーカーをね、こう、買ってるんですけど、まあ、それでもね、中にはこう、買ったけども履いてないスニーカーってあったりするんですよね。でね、もうさすがにね、もう家の中にちょっと置ききれんようになってきてて、ということで本日はですね、もう正直にですね、もう買ったはいいけどこれ履いてないな、もう履けへんなっていうスニーカーをですね、紹介していきたいなと、10足紹介していきたいなと思います。で、今回その選んだ10足なんですけど、まあ今は履いてないけど今後履きそうやなっていうものであったりとか、まあそういったものは省いてまして、もう今も履いてないかつ今後も履かんだろうなっていう10足を選んでます。あとはもうこれは資料として置いときたいなっていうものも省いてますね。ということで早速その10足を紹介していきたいなと思います。ということで、まずその1足目がですね、こちら。これもね、かっこええなと思って買ったんですけど、こちらですね、ナイキカイリー6のトロフィーズです。まあ、これはですね、確か去年、一昨年ぐらいでしたっけ？なんかこう、オンラインのね、セールとかを見てて買った一足なんですけど、まあちょっと試しに履いてみたいなと、シンプルに。かっこええなと思って。そのカイリーシリーズ自体も僕履いたことなかったし、でまあこう、全面ね、こう赤で、サイドのスーシュっていうのがですね、まあゴールドになってて、結構高級感もあるなと。で、このデザインというのがですね、AIG2、ナイキの、昔カニエ・ウェストがナイキにいた頃、の AIG2 のレッドオクトーバーにちょっと似てるなと。いうので、めちゃくちゃかっこええやん。これって思って買ったんですけど、いつ履いたらいいかマジでわからなくて、マジでね、これ今デザイン見てもですね、めちゃくちゃかっこええやんって思うんですけど、マジでいつ履こうってなってるんですよね。何回かこう履こうと思ってチャレンジはしたものの、結局履いてなくて、一回多分レビュー動画で履いたきりかな。一回しかマジで履いてない。もうアートソールもマジで綺麗やもん。まあセールになってね、まあ安くで買いはしたものの、かっこええねんけどな、どうしよっかなっていう感じの一足なんですよね。こう未だにこう履いてみたいな、履き心地めちゃくちゃ良かったんですよ。履き心地はいいんですけど、いつ履くか僕の中でマジでわからん。で、またこれね、箱もまた特別仕様な感じで。で、続いて2足目ですね。これはですね、アウトレットで確か買った、一足ですね。それがですね、まあ、こちら、なんですけど、ニューバランスのスニーカーです。ニューバランスのスニーカーでコラボモデルなんですけど、こちらですね。スタンスコラボのですね、MRL247ST オールナイトです。そう、これね、ソックスで有名なですね、まあ、スタンスとのコラボモデルなんですけど、確か、イルマかどっかのアウトレットに行った時かな、これ。の、ニューバランスのショップで買ったんですけど、まあ、ニューバランスにね、こう、興味を持ち出して、で、こう、ニューバランスのスニーカーいろいろ見たいなっていう時にそのアウトレットで買った一足なんですけど、スタンスのですね、アンバサダーもやってるんですよ。で、スタンスさんにはすごいお世話になってて、あ、スタンスコラボでこれええやん、ちょっと試しに履いてみようかっていうので買ったんですよね。で、まあ、スタンスコラボということで、これね、ソックスもね、これまだついてるんですよ。はい、これ見てもらってもわかるようにですね、まだ開けてないんですよ、ソックス。このお世話になってるね、そのスタンスとのコラボモデルでもあるし、と思ったんですけど、これ僕のね、好み分かってくださる方はね、中にはいらっしゃるかなと思うんですけど、買ったはいいけど、これも履けへんなっていう感じの一足なんですよね。まあ、基本的に履くスニーカーって結構ボリューム感のあるスニーカーが結構好きやったりするんで、ちょっとスタイリッシュじゃないですか。シュッとしてるじゃないですか。っていうのでね、まあ、スタンスコラボやし、ちょっと履いてみたいなっていう気持ちはね、あったんですけど、このまたデュブレの部分っていうのもね、このスタンスのデュブレっていうのがついてるんですよ。っていうので、まあ、ニューバランス履きたてでいろんな履きたいしっていうのもあったんですけど、結局履かなかった。これ確か 24/7 ですね。その四六時中履けるスニーカーみたいな、確かそんなコンセプトやったと思うんですよ。で、確かオールデイとオールナイトの2色が展開されたのかな、これ確か。履かなかったな、これも。はい、続いて3足目なんですけど、これはですね、別のカラーっていうのはね、めちゃくちゃ履いたんですけど、このカラーに関してはね、なんせ履かなかった。それがですね、まあ、こちら、ナイキなんですけど、はい、
こちらのですね、リアクトプレストの、トラブルアットホーム。はい、こちらですね、一時めちゃくちゃ履いたリアクトプレスト。これに関しても確かアウトレットで買ったんだったっけな。で、このリアクトプレストに関してはですね、こちらの黒黄色のモデルですね。これはもう死ぬほど履いた。なんせこのリアクトプレストの履き心地、もともとはですね、その昔発売されて今も発売あったりするんですけど、プレストがベースになってまして、そのプレストにリアクトのソールっていうのを組み合わせたモデルなんですよ。で、なんせこれもうめちゃくちゃ履き心地いいし、なんせ軽いし、もう移動するときとかにもうめちゃくちゃ持ってこいのにすぐなんですよ。っていうのでね、この黒黄色はめちゃくちゃ履いたんですけど、このトラブルアットホームに関してはね、履かなかったなぁ。これちょっといつぐらいに買ったっけなっていうのもね、はっきり覚えてないんですけど、買って確かその後ぐらいからコロナが始まったのかな。で、このリアクトプレスト自体ね、まあ冬場履くのはちょっと寒い時期履くのはあれじゃないですか。ちょっと寒いんで。だからまあ夏場履くモデルとしてね、まあ履いてたんですけど、まあその後もコロナがあったので、まあ外に出る機会っていうのもほぼほぼなくなっちゃって、でまあ長距離移動することもないんで、でしかもこのデザインを履くってなった時にいつ履こうかな。で履かなかった。だからそのレビュー動画で一回履いたっきりっすね、これは。だから多分今後もですね、こっちの黒黄色に関しては多分履くんすよ。まあやけどこっちは多分今後も履かんやろうなーっていうことで、まあ今回その10足に入れさせていただきました。まあだからこっちのリアクトプレスの黒黄色に関してはね、もう履き心地はめちゃくちゃいいので、まあ大事に置いとこうかなと。まあこっちは多分夏場また履くんで。いいんだけどね、これも。で、続いて4足目ですね。これはジョーダンシリーズの1足です。これは絶対履くやろうと思ってた。それがですね、こちらですね。この箱見てわかる方も中にはいらっしゃるんちゃうかな。はい。こちら。ナイキエアジョーダン3レトロ SE のレッドセメントです。これは履かんかったなぁ。これはですね、2020年の NBA オールスターゲームの開催を記念してリリースされた、モデルなんですよ。でも全面赤のモデルでですね、その元々のカラーブロッキングっていうのはそのブラックセメントが、ベースになってるんですけど、まあそこをこう黒赤に変えたモデルですね。でこれヒールもですね、 OG と同じで、ナイキアのロゴになってたりするんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよこれ。で確かこれ発売された時2年前のアンディに並びに行ったのかな、確か。で、それで抽選に並んで、買ったモデルなんですけど、ジョーダン3に関しては僕めちゃくちゃ好きで、多分これもめちゃくちゃ履くやろなと思ったんですけど、履かなかったんすよね、ほんまに。なんでやろうな、ま、真っ赤のスニーカーを多分あんまり履かんのかな、多分無意識的なんだろうなと思うんですけど、1回2回は履いて、もうそれ以降履かなくなっちゃったな。で、箱もね、これ赤になってて、普段のジョーダン3の箱とまた違うんで、まあちょっと特別感もあるなっていう一足ではあるんですけど、かっこいいんだけど履いてないな、これも。っていう一足です。で、続きまして5足目ですね。これもアウトレットで買ったやつです。それがですね、まあこちらなんですけど、はい、こちら。ナイキズームアルファでございます。これはですね、アウトレットで、確かイルマのアウトレットとかで買った、でほんまに3000円ぐらいなってたんちゃうかな、確か当時めちゃくちゃ安なってたんですよ。でこれですね、その90年代の当時の雑誌とかにもちょいちょい取り上げられてて、まあ載ってたりもしてたんですよ。でどうやろうな、一遍試しに履いてみようと、まあ気になるし、まあ、雑誌とかでしか見たことなかったんで、まあランニング系統のモデルで、まあ安いし買ってみるかって思ったんですけど、安いし買ってみるかで買ったら履かないっすね。まあカラーはねすごい好みでいいんだけど、好みじゃなかったのかな。全然これは履かなかったな。確かこれ2019年ぐらいやったかな、発売されたのが、復刻リリースされたのが。履き心地もね、やっぱりズームエアが搭載されてるモデルなので、まあ、全然悪くないし普通にいいし、で軽いしランニング系統のモデルなので、履くタイミングがわからんっていう5足目です。はい、続いて6足目ですね。6足目なんですけど、これもニューバランスのアウトレットで買ったやつですね。こちらなんですけど、はい、こちらですね。ニューバランスの ML615NBS というモデルです。
これもですね、確かイルマのアウトレットで買ったのかな。で安くなってて、まあシンプルにねカラーもめちゃくちゃ好みなので、でこれも確かニューバランスのスニーカーを買い出して、まあどうなんやろうな、いろんなスニーカーちょっと試してみたいなというので、そのイルマのアウトレットで見てるときに、あ、なんかちょっとクラシックな感じでええやんと。で確か昔のこれも復刻モデルなんですよね。で僕あのナイキとエアマックシリーズとかね、あの古臭いスニーカーとかも好きなので、まあ好みのデザインではあるんですけど、なんだろうな、ニューバランスだとどうしても他のモデルを履いちゃう。まあ特にここ最近だとあの2002とかそっちばっか履いちゃうんですよね。まああとニューバランスで言えば550とか、あとは801とか、クラシックなデザインでいいなぁと思いつつも履かなかったっすね、これも。はい、で続きまして7足目もちょっとニューバランスですね。これはですね、絶対ハマると思った。で別のカラーっていうのを買って、それは買って履いてるんですけど、もう一足ね調子乗って買ったら、これは履かなかったな、こっちのカラーは。はい、こちら ML703BA というモデルです。はい、こちらの、黒グレーオレンジのモデルですね。これね、昔の復刻モデルで、発売された時ですね、こっちのカラーですね、こっちのカラーはちょいちょい履くんすよ。でその昔の雑誌とか見てて、これも載ってて、あ、ちょっと履いてみたいなと。801が好きなので、あ、ちょっと似たような感じやなと思って、で試しにこっちを買ったんすよ。でこのカラーもね買って調子良くて、で他のカラーも同時に発売されたんで、もう他のカラーもちょっと試しに買ってみようと。でこの黒オレンジを買ってみたんですよ。あのね、試しに買ってみたんですけど、これに関してはレビュー動画も出してなくて、で買ったんですけど、黒オレンジのスニーカー多分他でも僕持ってないんちゃうかな。黒オレンジがね、まあ履く機会なくて、いつか履こうと思って一回もこれは結局履かなかった。僕大体一回は絶対履いてるんですよ、まあ、今回紹介してる中でも、まあほとんどこれだけちゃうかな、多分一回も履いてないの。だからもう完全サラ。こっちばっか結局この703に関しては履くっすね。これ履くか801履くか。このごちゃついたデザインはね、僕結構好きなんですけど、結局どっち履くってなったらこっち履くんで、こっちは履かなかったっていうので、今回入れました。703自体はね、結構好きなんですけど、まあ色の好みっすね。これに関しては。このカラーがやっぱ好きなんやと思う。で続いてなんですけど、これはですね、このモデル自体にめちゃくちゃハマって、いろんなカラーを、買いまくっちゃった、そういったモデルですね。買いまくっちゃって結局あかんかったなこれっていうやつ、こちらの2足ですね。こちら、ナイキエアズームスピリドン KG2 のバーシティロイヤルとトラックレッドのこの2色です。これなんですけど、ステューシーコラボ、こちら。このステューシーコラボを僕3色変えたんですよ。で、ステューシー僕めちゃくちゃ好きなんで、そのステューシーコラボの3色っていうのは今でもやっぱ結構履くんですよ。なぜそのステューシーコラボのこのスピリドン KG2 で履き心地もめちゃくちゃいいし、なんせ軽いし、それでその後にですね、インラインがリリースされると、赤と青、これがリリースされるんで、よし、買ってみようと。もうなんせドハマりしたので買ってみたんですけど、結局履くのはステューシーコラボばっかりで、ただ履き心地に関しては多分ナイキの中でも僕の持ってるスニーカーやったらリアクトプレストとはまたちょっと違った履き心地ではあるんですけど、なんせ群抜いて履き心地はいい。だから今後も多分履くってなったらステューシーコラボばっかり履くんだろうなとは思ってます。で続いて9足目ですね。これはですね、そのオリジナルの形とちょっとデザインを変えてリリースされているんですけど、ちょっと違ったってなった。それがね、まあ、この箱なんですけど、こちらですね。ナイキエアベイパーマックス360です。これに関してはね、エアマックスのその360、2006年かに出た当時のやつですね。あれのデザインが僕めちゃくちゃ好きで、未だにあのまんまで復刻してほしいって思ってるんですよ。あのデザインのままですね、復刻してほしいなと思ってたところ、ソールがですね、ベイパーソール、ベイパーマックスのソールユニットをこう組み合わせて、ハイブリッドモデルような形で、リリースされたんですよ。2020年。
2年前か。でね、うわ、360のこのデザインで来たってなって、履いては見たんすけど、何回か履いてみたんすよ。テンション上がって。ただね、僕がね、そのベイパーマックスのこのソール、これがちょっと僕苦手で、履き心地が。歩いた時のあの感触が、未だに慣れなくて、これも2回ぐらい履いたのかな、確か。やっぱりその2006年当時のその、360のオリジナルのそのデザイン、あのソールユニット、あれがやっぱりいいなっていうので、これは結局ずっとしっくりこうへんし、履き心地もちょっと苦手なまんまやし、結局このベイパーマックス、僕ベイパーマックス、あとオフホワイト一足か、持ってるんですけど、ベイパーマックス系をね、他で買ってなくて、その買ってない理由っていうのがこのベイパーマックスのソールのこの感触っていうのが慣れなくて、だからまあ一足だけでもあればいいかなっていう感じなんですよね。ぜひこれはちょっと2006年の当時のままのデザインで復刻してほしいけど、ベイパーマックスじゃなかったなっていう僕の中での結論でした。ただアッパーのデザインはすごい好きです。ということでラスト一足ですね。これはちょっと出た時はめちゃくちゃテンション上がった。どれもそうやねんけど、これもね、出た時は絶対これ履くやろうなと思ったけど、好みじゃなかったなっていう一足。ラスト一足はこちらですね。エアフォースワン。フォースワンで履かんかったのはだいぶ珍しい。僕の中で。こちらですね。ナイキエアフォースワンローレトロプレミアム、クイックストライクの96スネークです。これは絶対俺履くと思った。でもよくよく考えたら好みじゃなかったかも。これね、発売された時なんですけど、その前にですね、ハワイのトゥルーエストですね、に行った時に、これの当時物があったんですよ、96年の。当時物を見た時に、うわ、かっこええなーって思ったんですよ。で、まあその後にですね、まあ当時のデザインを復刻させてこうリリースさせると。それやったらちょっと履いてみたいと思って買ってみたんですよ。で、しかもこれ、ソックスもこれついてるんですよね。で、まあフォースワン好きややし、いいなと思ったんですけど、このレザーの質感もまたいいし、いつもとちょっと違ってて、僕の好みをね、分かってくださる方、いらっしゃるかなって思うんですけど、普段からよく見てくださってる方であれば分かるかなと思うんですけど、このアニマル系のデザインが落とし込まれたモデル、これをね、僕いかんせん履かんし買わんし、他にもそのスネーク柄が落とし込まれたモデルってあったりするじゃないですか。ああいうモデルもね、人が履いてるのを見てるのは、あ、かっこええなって思うんですよ。ただね、僕が履くってなった時にマジで選ばんくて、で、若干これを買った時もですね、それを懸念したんですよ。懸念したんですけど、まあ、ここの数字とここのヒールだけやし、これはさすがに履くやろなって思ったんですよね。思っただけでした。結局ね、こういう白系のフォースワン履くってなった時に、真っ白の方履くんすよね。とか、まあちょっとデザイン色入れてほしいなっていう時は、多分インラインでこう発売されてるスッシュがこう黒とか青とか、そういう普通のシンプルなやつ、そっちを多分買うやろうな。このアニマル系はね、マジで履かなかった。多分アニマル系のデザインが僕の中でしっくりけえへんねやろうな。もう単純にこれは好みやけど、履こうとはなるだけで結局履かないやつ。はい、ということでね、トータル10足ですね、紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。もう今回紹介した10足ですね、どれもですね、買った時っていうのは結構テンション上がって買ってるんですよ。うわ、これどんなやろ、履いてみたいなとか、うわ、かっこええなとか思ってね、買ったんすけど、結局履かんかったですね、これは。まあ、シンプルに僕が履かなかったっていうだけですね。で、まあ、今回紹介した10足なんですけど、まあ、これね、まあ、後ろ見てもらって、まあ、そのスニーカーを取り出したんで、ちょっとスペースがこう空いちゃってるんですけど、まあ、それ開けなければですね、もう後ろパンパンなんですよ。で、これ別でですね、倉庫も借りたりしててですね、まあ、そっちの方には加水分解した、モデルですね。まあ、それはこう資料として置いてたりとか、あとは他にも履けるスニーカーっていうのも何足か入ってたりするんですけど、もうそっちの方もね、パンパンになってきてるんですよ。ちょっとさすがにね、スペース開けんとあかんなと思って。ということで、まあ、今回紹介した10足ですね。ベースメントさんの方に持って行ってですね、買い取れるやつ。まあ、全部買い取ってもらえるかはわかんないんですけど、その買い取れるやつに関してはですね、その買い取ってもらって、ちょっと別の1足に変えてこようかなと。なんかそこで欲しいスニーカーがあれば、ちょっとここのスペースを開けて別の今欲しい1足にちょっと変えてこようかなと思ってます。一応そのベースメントさんの方には
ですね、何を持っていくかっていうのは言ってはないんですけど、何足か持っていきますっていうので、まあ、OK はもらってるので。ということで、今日のこの動画はですね、ここで締めて、早速持っていきたいなと思います。まあ、ちょっとこの動画のですね、翌日になるか、その次になるかちょっとわかんないですけど、まあ、持っていってですね、別の、スニーカーに変えてくれば、まあ、そのスニーカーのね、レビュー動画っていうのを出したいなと思います。はい、ということで、本日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして通知もよろしくお願いします。また次回動画でお会いいたしましょう。See you later! バイバイ。一足購入しました。ということで、帰ってからこのレビュー動画撮りたいなと思います。